読売新聞社、家庭読売372号より、山川総司は主に昭和20年代から昭和30年代に活躍した絵物語作家。福島県郡山市生まれ、戦前より紙芝居作家として、戦後は絵物語作家として多くの作品を発表した。昭和6年より紙芝居作成を始め、昭和7年より書いた少年タイガーが爆発的にヒットし、 当時、紙芝居界の絶対的トップ作品であった黄金バットを抜いたとされる。少年タイガーには仇役,役としてブラックサタンなる怪人物が登場するが、大きな翼と全身黒ずくめのマスク姿というイデたちがバットマンに告示していると指摘されることがある。ちなみにブラックサタンの登場は昭和7年であり、バットマンが初めて登場した1939年より7年。 前である、終戦直後の1945年より作成した、紙芝居、少年王者が小学館二代目、社長、愛が哲夫の目に留まり、1947年に、休眠中の子会社であった、修営社より、絵物語として、単行本で描き下ろしたところ大ヒット。修営社は、少年王者によって、大出版社としての経営の礎を築き、少年王者を、 看板作品として面白ブックを創刊した。山川聡司は小松崎茂や福島哲次らと共に戦後1950年代前半の月刊少年雑誌の絵物語ブームを懸引する絵物語作家の代表格として活躍した。1949年から漫画少年で連載したノックアウト Q は少年時代に親友だったボクサー木村久志をモデルにし、 梶原一気が少年時代に感会院でを読んで感動した体験がボクシング漫画明日の城の原作を引き受けた背景になっている。特に1951年より産業経済新聞にて連載された少年ケニアは大きなブームを呼び、後に漫画、ラジオテレビアニメ、映画化された。1954年には長者番付で画家部門の1位になるが、 絵物語は1950年代後半になると、小回り漫画の人気にとって変わられて人気が大調。山川は、絵物語の復権の夢をかけて、1967年にタイガー処防を設立して、8月から絵物語雑誌、ワイルドを創刊するが、1968年に廃刊し、タイガー処防も倒産して、山川は財産を失い、借金返済のため、 新宿区つくど八万町の豪邸を売却、世田谷区場を洋画に転居。この後、山川は第一線を退いて、横浜市ネギ市でドルフィンというレストランを経営して、過ごすようになる。ちなみに、このドルフィンは、荒井由美が女子高生時代に、八王子から電車を乗り継いで通い、初期の名曲、海を見ていた午後に、山手のドルフィンは、静かなレストラン、晴れた午後には、 遠く三浦三崎も見えると歌ったことでも知られている。1982年秋頃に山川は、手形詐欺にアイドルフィンは破産、一家は離散し、借金に追われる、装置夫妻は新小岩など住居を転々とする。1983年参戦の球場を知った、門川春樹の即断即決で、門川書店にて大量の復刻版文庫と映画による、新創館の月刊誌、 小説を似て15年ぶりの新作、十三妹、連載、角川の用意した新宿区筑戸町のマンションに転居。1984年に、角川書店が、少年ケニアをアニメ映画化。山川自身も、実写部分に登場した。1985年千葉県成田市京が第に転居。1987年千葉県桜市宮野台に、転居。1992年、 桜市宮野台のマンション開かれた山川総司、高橋誠チャリティー絵画展初日に横尾忠則が来場し山川に作品を依頼、12月に受け取った2作品のうち1点は未完であった。12月17日、心不全のため、千葉県八千代市内の病院にて死去、去年84歳、梶原一揆、劇画1代毎日新聞社、1979年、 P20, ありがとうございます。